たまには俺たちも入れてくれ。え、来る？いいけどそんな空気読めないことする？いいよ別に。いいよいい、楽しんでる？わ、なんか学園祭でサッサ君に会うの初めてかもしれんダンベル代わりにカバンに入れてんのこれで通学中も鍛えられるそれダンベル入れた方が良くないかかさばらない一回振り向くのなんなんこんにちは、茨と申します。初めての方は初めまして。ときめきメモリアル続きからやっていこうと思います。10月11日月曜日からですね。というわけで、さっさくんとの恋がだいぶ進んでいきまして、好き状態なのかな今まで進んでいきましたね。1年目10月でなかなかいいペースなんじゃないでしょうか。あ、待って上の写真変えるの忘れとったそうだ、なんか3本ぐらい前の動画で写真忘れてますよってコメントで教えてもらったのに、それすらも忘れてたさあ変えて続きからやっていこうと思います。あ、砲丸投げかこれ。何持ってんだろうと思ったらすごいな、さっさくんなんかよしよしって普通になんかやってるけどさ、めっちゃ重いんやろな。砲丸投げって何キロあんだろうやるぞ、う重いかわいいかわいいな、さっさくんが余裕で持ってるもんね、かっこいいな。お、そろそろ練習時間も終わりか。マネージャー、片付け終わったら一緒にクールダウン走ろうぜ。わあ、嬉しい、行く行く。いいな、たまには俺たちも入れてくれえ、来る？いいけどそんな空気読めないことする？いいよ別に。いいよいい子だごめん、なんかすごい大人げないこと言ってしまった。なんかすごい心が洗われるな。本当に来るんかい。わ、楽しそうだな君ら。たまにはみんなでクールダウンもいいな。うん二人きりが良かったな。うん、そうだね、週に何回かメニューにしてもいいかも。うん、そうやって君が動いてくれるから陸上部はなんとかまとまってる。え、そう？私のおかげかい？俺がここでやれるのも君のおかげだ。あ、そっか、よかった、ちょっとでも支えになってるなら。え、3、2、3、4、5、6、7、8、何人おんの？すごいな、なんか ABC までいたな。君がいてくれて本当によかった、ありがとうな。うわ、嬉しい、最高の褒め言葉やん。さっさくん、すごく嬉しいな。よし、これからも頑張ろう。さあ、さっさくんとのデートですね。文化祭の準備そっちのけで行こうと思います今回は動物園に行こうと思います。チーターは地上最速の動物と言われているか。なんかそう言うよね、チーターが一番速いってよく聞く気がするわ。競争してみたい。どれくらい速いんだろう。体がアスリートっぽい。体がアスリートっぽいはぽいけど、どれくらい速いんだろう。体がアスリートっぽい。理想的な筋肉だよ。おお、やった、うお、バッチリ好印象。やったね、バッチリ好印象。意外な選択肢だったの。よいしょ、うん、ポン。鍛えてるからな。かっこいい。文化祭ですね。教室に行って開店の準備をしなくちゃ。おう、いい、楽しんでる？わ、なんか学園祭でさっさくんに会うの初めてかもしれんえ、あ、さっさくんは？文化祭はのんびりだよな。勝ったり負けたりタイム競ったりないからさ。まあそうだね。さっさくん物足りなさそう。そんなことないけどさ。あの、陸上のさっさのぞむさんっすよね。お、ファンがいる。え、あ、はい。俺も陸上やってるんだけど、どうやったらあんな記録出せるんですか。おお。どうって言われても。それで君の専門競技は何？うわ、優しい。急に声かけてきたファンにさ、こんなアドバイスしようとしてくれてる。優しい。いい、俺向こうで話してくる。
後で一緒に出店回ろう。うん、全然待ってる。優しいな。さっさくん教えてあげるのかな。お、ああそうだ、1年目和風喫茶やったね。お抹茶とみたらし団子お待たせしました。うん、こんなにお客さんが来るなんて想像してなかった。お、お邪魔します。へえ、なかなか凝ってる。もう内装がすごいよねこれ。毎回さっさくんいらっしゃいませ。君も浴衣か、なんか雰囲気出てるじゃん。本当？嬉しい。うん、ホール係だけじゃなくて厨房もみんな浴衣なの。徹底してるんだな。これは味も期待できそう。わあ、食べてってくれるの？ゆっくり味わってって。お客様ご案内します。ごちそうさまでした。おかわりください。え、まだ食べるの？意外に甘党。あ、気に入ってくれた？うん、香ばしいし、いくらでもペロリだよ。何食べたんだろう、みたらし団子かな。やった、君の働きぶりも楽しそうで、こっちまでウキウキしてくる。さっさくんが来てくれたから余計に楽しく働いてるんじゃないかな。次もおすすめセットで。うわー、いいの？ありがとう。さっさくん気に入ってくれたみたい。大成功。全部で20冊ですね。今回はぴったり。おう、あ、さっさくんだ。さっさくんたくさん借りたね。おお、君か。知ってた？ここ上限20冊なんだぜ。ね、上限とかあるんだね、図書館で。うん、さっさくん前にも20冊借りてたでしょ。読書家なんだね。うん、そんなんじゃないよ。え、だってダンベル代わりにカバンに入れてんの。これで通学中も鍛えられる。それダンベル入れた方が良くないか。かさばらない。え、俺にしちゃ頭脳プレイだろ。じゃな。本が泣いてるよ。さっさくん本の使い方間違ってるよ。さ、さっさくんとのデートですね。今回は遊園地デートに行こうと思います。最初は何にする？今の状態が有効なのか好き状態なのかいまいち分かんないから、ジェットコースターちょっと取っとこう。で、バンジージャンプ、バンジージャンプ1回目かな、行ってみようと思います。お、いいじゃん、2人で思いっきり飛ぼうぜ。楽しそうで何よりだよ、本当に。どうかした？よいしょ、グーポン。その辺にしとけって。このグーポンを絶対許されないんだけど。くそ、毎回チャレンジしてるのにな。一回飛び上がって、それから落ちる。怖っ。楽しそうだな、でも。3、2、1、バンジー。一回振り向くのなんなん。飛んだ瞬間さ、一瞬時間止まったよな。怖っ。このスリル癖になりそう。もう結構です、興味深い経験だった。あー、このスリル癖になりそう。俺もこの感覚他では味わえないよ。よかったね、さっさくん。うん、いい感じだよね。さっさくんが嬉しそうなら、まあ OK でしょう。よいしょ、ワクワクしてくる。手貸そうか？え、貸してほしい。うん、いいじゃん、こういうのも。じゃあ次は俺が誘う。わあ、嬉しい。それずっと心待ちにしてるんだけど、なかなか誘ってくれないな。よいしょ。どうかした？どうしよう、ポン。俺はまだまだ余裕。おー、かっこいい、体力がある男、いいな。送ってくよ、そしたらもう一盛り上がりできんじゃん。さあ、期末テスト前に遊び尽くしまして、学力もこの調子ですよ。もういいもん、今回は学力上げなくていいって思ってるからいいや。というわけで一旦ここで終わりたいと思いますが、ここまでご視聴ありがとうございました。イバルでした。ここまでご視聴ありがとうございました。動画投稿は2日アップロードしたら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。もし少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。